本日これからですね、あのシアトリズムファイナルファンタジー、あのこちらの方ぜひちょっと一回遊んでいただきたいなと思いまして、はい、やってまいった次第なんですが、はい、あの背景であるとかですね、またこうちょうど出てるモンスターがこうイレブンにも出てまして、あのゴブリンだったりもしますので、何かそのあたりこう リズム感が大事。よし。クリアでございます。おはようございます。やっぱりリズム感が大事だと思うんで、はいはい、その、そうですね、いかにその曲のタイミングに合うかが勝負だと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、で立体にするとやっぱもっとこう、はい、あのオープンじゃねえや、あの、はい、サインが見やすくなる感じがしますね、逆に、はい、いや、あの曲の、はい、集大成としてはありがとうございます。シアトリズムファイナルファンタジーをですね、はい、ぜひちょっとプレイをした上で、はい、ご感想と、お褒めの言葉をいただきたく、褒められるかどうかはできしないので、やったら分かりますから、じゃあ反乱軍の名曲でございます。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、いや、余裕がないです。これずっとチェーン繋がってるんじゃないですか。いや、そんなことない、そんなことないです。ヒットビデオとして最後までいけちゃうぐらい。あ、クリア、クリア。偉いですね、やっぱり。さすがですね。すごい楽しく遊べて、すごい良かったです。はい、やってるとこう、はい、なんですかね、サインを追うのに結構こう気を取られて、曲がだんだん聞こえなくなってくるんですけど、でもちゃんと曲聴いてやった方が割とうまくやっぱいきますね。25年で、楽しい作品になってくれるといいなと思います。はい、ありがとうございます。もう7回目だわ、撮り直し。お疲れ様でございます。ずっちゃん、あ、ボケちゃうな、これ。ちょうどタッチペンも持ってる。